皆さんこんにちは。今回は、とある芸能事務所が不気味なことになっているという話を教えていただいたので、それについて調べます。今回の件については、伏せなければいけない内容が多くあるので、わかりにくい点もありますがご了承ください。視聴者さんから、お笑い芸人のニッチェが昔いた事務所が不気味なことになっているので取り上げてほしいというリクエストをいただきました。どういうことかというと、ニッチェは現在魔石所属となっておりますが、過去に所属していた、という事務所のホームページにはまだ所属していることになっており、そのページには不気味な一文が添えられているとのことで、実際に確認してみました。こちら2015年時点のアーカイブになりますが、注目アーティストとしてニッチェが記載されており、株式会社魔石芸能社様の多大なる営業協力に厚く御礼申し上げますとの一文が記載されています。まず不可解なのが、ニッチェは2011年に移籍しているにもかかわらず、なぜか2015年になっても元の事務所にあたかも所属しているかのような記載があるのです。また、書かれている一文には、移籍した事務所に対して、多大なる営業協力にお礼申し上げる、という内容が書かれています。つまり、自社に所属しているタレントを渡したつもりはなく、魔石に対して、あくまで営業に協力してもらっている関係、であることを示しているのではないかと思われます。の域のページもありまして、そこにはニッチェの件も書かれています。不気味なのは、更新は2012年1月で止まっているという記載があるにもかかわらず、2019年現在、所属タレント欄から以前ニッチェが削除されていない、という記載があり、2021年には公式サイトが消滅してしまったようです。一体この事務所は何だったのでしょうか。さらに5チャンネルの芸能人スレの書き込みを見てみると、この件について少しだけ話題になっています。2016年頃の書き込みで、ニッチェが未だにユース扱いなのが意味がわからない、という投稿に対して、事務所がかなりヤバいところで、未だにうちのタレントだと言ってくるから魔石の預かりになっている、と書き込まれています。あくまで5チャンネルの書き込みなので本当かどうかはわかりませんが、とにかくこのような話が書き込まれたのは事実です。しかし、そこの事務所はもう機能していないという話や、ホームページの会社概要に社長名すら書いていないという話もあります。また、別のタレントも揉めていたという話もあり、結構問題のある事務所だった可能性はあります。どうやら、という事務所を運営している会社は別に存在するようで、H という企業が運営していたようです。さらに、H が主催するお笑い大会に出場すらしていないニッチェがエントリーされていたこともあったそうで、5チャンネルにあった通り、ヤバい会社、である可能性は高いのかもしれません。この噂が事実なのかどうか、調べていきたいと思います。さて、という事務所は、かつて半田健人さんも所属していたところになりますが、このニュースにて不穏な話が書かれています。要点だけ抜き取ると、事務所の社長である N が半田さんを可愛がるあまり、番組関係者に文句を言ったり、突然ボイコットさせることもありました。N 氏のあまりに勝手な振る舞いに、移籍を進める関係者も少なくはないという記載もあります。冒頭にもお話しした通り、という企業については2011年以降あまり活動していなかったのか情報が途絶えております。で、運営元である H という企業について調べてみると、これまた様々な噂というか、元従業員等の話が出てきます。まず、H について調べてみると、平成17年から存在する企業で、こちらもタレント関係の会社になります。この会社、今も現役であり、様々な番組やお笑い系の企画などにも関わっているので聞いたことがある人はいるかもしれません。特に、大学生お笑い大会の中でも、かなり規模が大きいイベントを主催していたこともあり、そこでも問題を起こしています。ずさんな運営、高額な手数料など、様々な悪評があったようで、当時のツイートなどもまとめられているサイトがあります。
て、この会社の代表者の名前が N となっており、おそらく半田さんのニュースに出てきた社長と同じ方なのではないかと思います。というのも、この方の名前で調べてみると、かなり悪評が多いです。どこにそんな話が書かれているのかというと、主に会社の口コミが投稿されるサイトにて名指しで書かれています。あくまで元社員による口コミなので、鵜呑みにはしていただかないようにお願いします。例えばこの口コミ、社長の魅力、という項目の口コミですが、社長の名前がそのまま書かれており、良い点には、ひどい社長なので転職後すべての人がいい人に思えるという、明らかに良い点ではないことが書かれています。その他にも、社長のワンマン、長時間拘束、女子は終電、男子は帰れない、というものや、男性は一週間も家に帰っていない、など労働環境がかなり過酷であることも記載されています。また、業界人からの評判は最悪である、という話や、名前を隠したり伏せるといったこともやっていたようで、これが事実だとすれば、自身の評判をよく理解しているのかもしれませんね。ざっと口コミサイトを確認してみましたが、特に労働環境や社長に対して、悪い評価が多いです。私も口コミサイトで多くの企業を見てきましたが、ここまで書かれている企業も珍しいですね。さて、ニッチェの件についてですが、半田さんの記事にもあった通り、おそらく所属していた事務所に問題があり、移籍後にも、サイトに所属しているかのように書かれたり、自社のイベントに来る予定もないのに来ることにされていたのではないかと思います。少し怖いのが、この事務所が結構力を持っていそうな感じがあるんですよね。というのも、取締役の面々を調べてみると、有名な番組に演出やプロデューサーとして同じ名前がヒットしましたので、テレビ業界だと、結構力を持っている方で今回のように他事務所に圧力、というか嫌がらせのようなこともできたのかもしれません。あくまで、これらの情報は私の憶測や、ネットの噂も混ざっておりますので、事実ではない可能性もあります。その点は注意していただきたいのですが、今回の件、公式サイトにあのような記載があったという理由に関して、やばい会社だったから、という結論になってしまいますね。口コミを見ていて、ここまでひどいのかと笑ってしまったのですが、業界でも噂されているレベルの方だったようです。この会社が今も残っているのは、テレビ業界という特殊な環境だったというのも理由の一つなのでしょうか。